はい、岐阜の異端児です。ほら来た、酔っ払いか呪われかどっちでしょう。酔っ払い4なんで、もうどうなることか、どうなることか。これ生き霊がさ、生き霊が酔っ払いになったらどうなるんや。はい、話せ。マリアンヌよ。占いもレイも出る。レイも出るんご。出るんご。ロディ・シロ。お、まさかの一人しか出ない。え、平和やん。平和やん。確定。じゃあサンドラ進行でいいな。進行でええな。ええな。ホイッスル。どうした。サンドラ恋なら単純に出ない。確かに。確かに恋人なら、恋人なら、素直に使用しなそうやな。素直に使用しなさそうですな。猫股も貫通希望。うん、ジャッジメントはゆるいな。ジャッジメントはゆるい。人狼殺はマジ殺伐としとるけど、こういう人あるし貫通希望する。借りして1本でいいんじゃない。いいんじゃね、恋人いるし。一本の多いな。猫はどうする。猫股はどうしようね。もうメアリーさん、メアリーさんマジか。早い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 。メリーハークンゴ。時短よろしく。はい、しかも時短するんか。全活だからなんもない。誰だ誰だ、生き急いでるやつは。やん。発言伸ばしましょう。ちょっと待って、殴っとるリリアンが。おん、お、リリアンは、リリアンはエリックを殴ってて、うん、殴ってて、怖いと思いました。怖いと思いました。ここ何か、エリックは薄くて色落ちない。ほうほう、あなたも殴りましょうか。怖い怖い。助けて。縦長テンプレ分多い。みんな緩いな。そうだ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 、ログ、うん、なんだ、ろくな考察もなしに、考察もなしに、ログだけ熱くしていくやつは、熱くしていくやつは人外だ。人外や。こうブーメランにしとくか。
日の酔っ払いどもの楽しみ、うん、楽しみやな。リリアン、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 楽しみですわ。ファッ、リリアン怖いな。リリアンなんか全方位殴っとるな。ソフィアまで行った。ソフィアは内容あるログだが進行論ばかりなのが気になる。フランクガチやな。フランクガチやな。フランクガチ勢把握。まあ、メアリーは墓場を温めてもらいましょう。いろんなとこ殴っててよくわからん感じ。30秒前。さあ、ということでね、今夜、今夜ね、酔いが覚めて役職分かります。10秒前。はい、初日釣りは悲しい。道連れなし。そう、夜の行動。さあ、ここで何でしょう。あー、霊能者。え、メアリーの結果わかる。あ、わかるんや、わかるんや。あ、しかも人狼なんや。人狼なんや。へえ、そうかそうか。十分ラッキー、ラッキー。おお、ラッキー。さあ、深淵を吹け。あ、ヨーコやな、ヨーコかんだな、これ。ヨーコかんだ。か、あー、呪われもあるか。どっちかやな。あ、待って、15秒なしにしてねえ。15秒。うん。15秒のさ、インターバル、ないわ。これ分かっちゃうわ。この試合。あ、ヨーコだな、これ。ヨーコだな。カミングアウト。おはよう。アーニーシロ。マリアンヌは？ソフィアクロ。カミングアウト。サンドラキツネ。サンドラキツネか。サンドラキツネかーい。メアリー、メアリー人狼ね、人狼ね。うん、待って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 、他の人、他の人つって、サンドラ占いでよくね、よくね。うん、違うくね。サンドラツイ違うくね。うん、メアリー猫股踏んだら怖いから。ああ、そうなんや。メアリー恋人と思った。そう、じゃあワイが進行していいんかい。こうしていいんかい。最強の霊能者ね。最強の霊能者。出力ミスタルは。よしよしよし。ライン考察や、ライン考察。ライン考察していこう。うん、ライン考察。一番見えないのはエリックやな。エリックやな。うん、エリックはもうね、ラインもクソもないな。うん、
あ、猫股、いいね。いいね。OK。カミングアウト。あ、いいね。あ、いいね。ついでにゾンビも進化。ゾンビも使用しとこう。使用しとこうか。オケマルテクノロジー。アーニーツイの恋人見つけるのを考えたが、それは私なら、うん。これエリックでよくね？エリックが何も喋らん。うん。喋らんから、釣りてえな。釣りてえな。これ釣る？アーニーの相方って何？アーニーの相方って何？相方とは？フランク。どういうこと？延長希望。メアリーが恋人ならフランクサイトもといいな。うん。エリックおらんくね？アーニー小池やな。エリックおらんくね？エリックおらんぞ、これ。延長希望。エリックいないね。ソフィアは呪われ覚醒したから、あー、そういうことね。とりあえずエリック釣りでいいんかな。エリックの恋人ラインはねえな。ラインはねえな。誰だろうな。誰やろうな。覚醒探す前に猫また潜伏してて怖いからサンドラカンならかなかった。延長しんどな、とりあえず延長希望。延長しよう。あ、延長しんのかよ。待って、延長しんのかよ。え、俺指定していい？指定していい？占い相互。占い相互。で、ロディ釣り。ロディ釣ろうぜ。ロディ釣ろうぜ。なんかね、なんかね、怪しい。うん。なんか怪しい。なんか目立たないようにしてる感がある。30秒前。うん。目立たないようにしてる感。して空気。うん。空気になろうとして、いる感がある。ロディ、10秒前。別にエリックでもいいよ。エリックいらんよ。エリック明日釣ればいい。一番イケメンは俺。さあ上手。ないかな。どっちやろう、ゾンビか恋人か。さよならコード。はい、深夜夜更け。あ、猫股？猫股構えんのね。恋人かこれ。こっちが恋人かこれ。どういうことや。覚醒もしたのこれ。覚醒したかもしれんな。おはよう、おはよう、おはよう。ん？待てよ。どういうことや。アーニーなんなの？アーニーと、
カーニーさん、カミングアウト、フラングなの、あ、生き量、ん、カミングアウト、間違えた、何それ、どっち、待てよ、待って、考えよう、残ってる可能性があるのが呪われやな、昨日の死んでる、うん、昨日の死んでるやつの推理しようぜ、推理しようぜ、俺はサンドラが陽子恋人、アーニーが猫股恋人、で呪われ覚醒だと思う、だと思う。で、あ、ちょっと長文になるな。ロディがゾンビ、エリックがゾンビマニア。違う？こうじゃない？こうじゃない？うん。こうじゃないかな。これもわかんねえな。え、もう釣ってよくね？もうソフィア釣ってよくね？釣ってよくね？多分もういないっしょ。ヨーコいないでしょ。ソフィア釣りでいい？リリアンはどう思う？もしや、ワンチャン生き量がサンドラ付きの可能性あるよ。サンドラ付きの付きで陽子になってる可能性あるやろ。なってる可能性あるな。だから生き量しようが、フランクとリリアンどっち、なんやねんマジで、うん、どっちか嘘つきやぞ、どっちか嘘つきや、嘘つきや、うん、ソフィアどちら戦する運命、そう、フランク覚醒の可能性あるな、あたしでいい、ソフィア誰か覚醒した？ソフィア誰か覚醒した？って聞いてみるっていうね。私で終わりだからフランク・リリアンが何してるかさっぱりわからん。ほう。やっぱどっちかヨーコだね。やっぱどっちかヨーコやろ。ヨーコやろ。はぁ、これフランクかリリアンいかんと多分負けるよ。ソフィア釣ったらダメやと思う。待って、いや、ここはフランクかリリアンを釣るべきやな。リリアンを釣るべきやな。どっちか、多分ソフィア釣ったら、うん、ソフィア釣ったら負けるな。負けるね。どっちやろう。今日決める必要ある？え？フランクどういうこと？フランクどういうこと？フランク怪しくね？フランク怪しくね、なんか。生き量太鼓出てるってことは覚醒してる？
わざわざ取り付かねえって1分前ほうちょっと分からん。ちょっとフランク頼んだ考察うん Y にも分かんねえわ。 Y にも分からんわ。30秒前。え？どうする？どちらか10秒前。うん、ちゃうじゃあ、話聞けよ。どっちかやって。もうじゃあ、リディアンの方が怪しいな。リディアン釣るか怪しい。ダメ？30秒前。ソフィアからでよい。これ分からんな。じゃあソフィアにするわ。じゃあ10秒前。分からん。ちょっとフランクにしよう。俺はフランクに入れるわ。あ、リリオンよ。待って、フランク、これ覚醒しとる狼じゃん、これ。ほら。ありがとうございました。ありがとうございました。あ。ありがとうございました。ああ、だからか。人狼だからか。あ、人狼だから、そういうことね。人狼だからごちゃごちゃ言ってたのか。ごちゃごちゃさせてたのか。フランク。なるほどな。そういうことか。ショーンが霊能酔っ払いで、フランク人狼で、リリアンが生き酔っ払い、ソフィア堅牢、マリアンヌ占い酔っ払いで、メアリー堅牢、アーニー猫股恋人、サンドラ酔っ恋人。ここはあっとったな。サンドラが猫股。サンドラ酔っ恋人で、アーニー猫股恋人はあっとった。で、ロディがゾンビ、エリックがゾンビマニアか。そういうことね。いや、でもソフィア釣ればよかったじゃん。ソフィア釣って、で、次の日、フランク、リリアンどっちかっていう勝負になったで、とりあえずソフィア釣っとけばよかったよな。うん。なるほどな。リリアン俺付き合う。あ、俺付きじゃねえやん。嘘やん。ソフィア付きやん。あ、負けやん。嘘。負け確定やん。ソフィア付きやん。嘘ついとったな、あいつ。ソフィア付きやん。じゃねえか。嘘つきやがって。嘘つきすぎ。うん。嘘つきすぎやぞ。マジか。二人とも嘘つきやったな。うん。二人とも嘘つきやった。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしゃ、ありがとうございました。